前回のデッドリーチョイスで出てきたこの文字なんですが、調べてみたらギリシャ文字、ギリシャ文字のガンマに由来する文字で、ラテン文字の G に相当する言葉だっていうのが分かりました。だからゲンタでよかったんですね。見つけた限りではヒントはなかったと思うんですが、婚前旅行でギリシャに行ったっていう、あれが多分唯一のヒントだったんじゃないかなと思います。でもこれ今までで一番難しいデッドリーチョイスだったんじゃないかなと思います。はい、じゃあ森宮さんと調査の続きに行きましょう。あ、行き止まりだ。首吊りの道。まだか、あの子だ。すず、気をつけないと。うん、大丈夫、もう襲ってこないはずです。わかるのか、そこには先ほどの犬の姿があった。犬はすぐ目の前の地面を何度も繰り返し引っかいている。はっ、ここ掘れワンワンだろ。やがてそのまま霧のように消えていった。何してたんだろう。あそこに何かあるってことでしょうか。調べてみよう。 OKOK。 もしてないのか。あの犬が気にしていた場所だ。よく見ると、その部分は土の色が違っているように見える。問題の地面に手で触れてみると、予想外の感触が返ってきた。その周辺の地面がやけに軟弱だ。まるで、軽く土を埋め戻しただけのような。手を貸してくれ。自分で掘りなさい。屋敷、ここを掘るんですか。道具がなくてもいけそうだ。待って、屋敷が掘るんだろ。小学生の手を使うな。わかりました。いや、わかんなくていいよ。夜の森の中、ただ黙々と手足を使って地面を掘る。まるで墓荒らしだ。そんな言葉が頭に浮かんだのは、予感があったからなのかもしれない。掘り当てたものを見下ろしながら、ぼんやりとそう思っていた。現れたのは死体だった。白骨化していたが、それほど古いものには見えない。5年前だもんな。死体ですか。ああ、すずに答える自分の声がひどく無感情に思えた。いつの間にか死に馴染んでいる。足元の亡骸にではなく、その事実の方に思わず寒気を超えた。死者の世界に近づきすぎたのだ。分かっているが逃れる術もない。心とは裏腹に、もう一人の自分は冷静に死体を観察していた。そのうち彼は何かに気づいて声を上げる。彼、なんだろう、あれは。死体の手元に白いものが見えていた。掘り起こしてみると、ビニール袋だ。袋の中には何本かのカセットテープと書き置きのようなものが入っていた。書き置きは風化しているが、部分は読み取れる。奴らは皆殺し、君恥ずかしめた。でも、婚約者だ。君も安らかにね。やるべきことは終わった。
僕もここ、君が旅立ったこの森、新しい曲、ミュージシャンだって言ってたね。天国で聴いてほしい。文字はここで終わっている。カセットテープかけるさ、なんてこった。衣装みたいですね。でもあのカセット、セズはカセットを見た。どうして一緒に入ってるんでしょうか。まるで話しても聞くかのように持ち主の顔を見ていた。当然返ってくる言葉などない。わからん、言いかけて言葉を失った。なぜなら脳裏で別な声が囁いたからだ。最後の、最後の、なんだ。声はそこで途切れた。最後の、ちょっと待て、最後の何なんだ。ちょっと待て、ヒントくれるならなんでそんな曖昧な。え、どうしました。私何も、いや、すまん、別に何でもないんだ。ともかくテープは持っていこう。身元不明の自殺体。ああ、間違いなく婚約者っすよね。天国で僕の曲を。ああ、すっげえ悲しい。今回の回なんてか、すごい、むちゃくちゃ悲しい話じゃないですか。いや、もちろん第1章も第2章も、もうすごい悲しい話だったけど、また違う方面からなんか悲しいっていうか、けないな。だからか、復讐終わったって言ってましたよね。終わったから君が亡くなったこの森で僕も眠れて。復讐終わったって、マジか。マジで早くない？さっき数時間だったのに。数十分。その時はっきりとその動きを感じるほど視線が大きく躍動した。クソ、もう時間がないのか。唇をかみしめ、スズの方を見る。スズ、スズ、おい、聞こえるか。やべえ、始まった。いや、意識が朦朧としてる。マジで、もうついに来た、始まってしまった。え、待って、早くない？強に鈴の手を掴み走り出した。カイはすぐそこまで来ている。あ、早たい。あー、危ねえ。会来るのかと思って。どこに向かうつもりで車に乗り込んだのか。ともかく気がついた時には車内に逃げ込んでハンドルを握っていた。やがただ、ひとまず苦情感に。バックミラー越しに後ろの席に押し込んだスズの顔を伺う。押し込んだって。スズはわずかに顔を傾け、ぼんやり車窓を眺めていた。一体何を見ているのだろうか。視点の先には暗闇しかないというのに。助手席にはあのエータの CD ラジカセが横倒しになって転がっている。これで聞けるっすよね、さっきのテープ。例のテープを聞くつもりで後部座席から引っ張り出しておいたものだ。九条家にはすぐ着く。メリーに相談するにしても一通り聞いておいた方が。そう思ってカセットに手を伸ばした時、異変に気づいた。え？ここどこだ。待って待って、屋敷も意識が
いつ間違えたのか見覚えのない店へと出ていた。いや、覚えがないというわけではない。明らかに通ったことのある道だが、今の道順では決して通るはずのない場所へ出来ました。そう形容するしかない。ありえない話だが、ああマジかよ屋敷。せずちゃん連れてんだ、しっかりしてくれ。落ち着け、ダジカセなんていじるから勘違いするんだ。九条会の道を間違えるはずがない。もう何度も通っている。最初の交差点を見逃して見慣れない場所へ出ただけ。そう言い聞かせて車で U ターンさせる。あ、頼むぜ。マジか。しかし何度繰り返しても、クソ、なんでまたここなんだよ。何度繰り返しても同じ道が現れる。なんだって。右折しようが左折しようが直進しようが同じ光景に戻ってくる。何、おかしいだろこんなの。あ、なんか学校であった怖い話にこんな話があった。確か無限廊下でしたっけ。何度もハンドルを叩いた。そのせいか手首の印がまた焼けつくように痛み出す。まずい、まずいぞ。このままじゃスズと一緒にこのまま車中で死の刻限を迎えることになる。かといって九条館には戻れない。マジかよ。何度やってもこの迷路から抜けられるとは思えない。だとしたらどうする。どこへ車を走らせれば。あっかー、やるなやるな、こう来るとは思わなかった。英会堂方向。確か英会堂駐車場が一番最初に二人に出会った場所、あの駐車場っすよね。 T 団地っていうのがあの街中にあるとこなんだっけ。メッセージカード拾った場所で、 T O さんがさっき行った場所。あー、ちょっと待って、ちょっとさっきから心配してんのが、メモっていうかファイル読まないままあの対決行ったらどうしようと思って、あのいっぱい溜まったファイルちょっと一回確認して読みたいんですけど。あー、英会堂、何が違うのか分かんない。今来た場所に戻る。 T 団地メモの場所、とりあえず街中に行くみたいな。戻る、なんで。ちょっと待って、情報が少なすぎて分かんない。なんかありましたっけ情報。あー、どうしよう。まずラジカセの内容を確認しないといけないんだけど、アキルの街道、アキルの街道、あ、ちょっと待って、なんかそんなことみたいな気がする。ちょっと待って、何が違うんだろう。街中に行く、街中に行く、確か T 団地で捕まって T 王さんまで連れて行かれて、で A 街道で発見されたんでしたっけ。あんまり変わんないような気がするけど、じゃあちょっと T 団地行ったらなんか物語進みそうなんで、じゃあ A 街道あたりに行ってみようかな。とっさに頭に浮かんだ方向へとハンドルを回した。 A 街道、そのどこに行こうというわけでもなかった。どこでもいい、とにかくこの状態から抜け出せるのなら。アクセル踏み自爆から逃れようとやめくもにハンドルを切った。だがやがてまるで待ち構えていたかのように見覚えのある景色がガラスの向こうに現れた。はっ、あ、着いた。あ、これ一番最初の駐車場じゃないですか。結局この場所に戻ってきた。電話のベルが呼んでいた。それが誰の呼び声なのかもうよく分かっている。やべえ、やべえ、呼んでねえ。ファイル読まないもん言っちゃうかも。
電話ボックスへと向かう。エータのラジカセとバッグに積み込んだ長谷川聖子の記憶と両の手に携えて。受話器を取るとすぐに切れてしまった。ああやべえ。やべえ。ちょっと待って、怪異と対峙じゃなくて。ちょっと待って。撮影、いや、わかんねえ。撮っちゃダメな気がする。攻撃、いや違う。やべ。ああ、マジか。ああ。全然セーブしてなかった。どうしよう。あ、マジでここから。どうしよう。英会堂、待って。あのデッドリーチョイスで確か、フラッシュ焚いた方がよかったんでしたっけ。光は、あれなんだっけ。資料見たいけど見れねえ。あー、じゃあ T 団地高校行ってみようかな。多分さっきのフラッシュでよかったかもしれない。光を見るということ。あ、やっぱり同じや。おう、 T 団地公園。この展開変わんないんだね。全く同じじゃないですか。撮影しちゃダメだと思ったけど、でも光がなんとかって言ってたから、物を見るとは光を見ることでしたっけ。あー、カメラ。とっさにインスタントカメラ取り出しフラッシュを焚いた。隊員が叫び声を上げ、ひるんだその隙に外へと転がり出た。ああ、やっぱラジカセ投げても同じような感じでした。だが起き上がったその目の端に、はあ、こちらを見下ろすようにして立つ隊員の姿が入った。何、この周りに渦巻いてんの。カメラの電池はもうない。次はどうすれば。待って、知らない。マイラバーお、ラジカセに突っ込み、再生ボタンを押した。
マジかよ。あーがー、カエの怪我しつかないって思ってる。次はどうする。いや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 、ちょっとわかんねえわかんねえ。長谷川、いや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 、わかんねえ。円なんて読むんですかこれ。あなたよく聞く会話、そう感想ました。同じじゃ同じじゃ、あこれ全部同じなの。いや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 、近づいた近づいた。じゃこれ資料読んでわかることなんですかね。懐かしい。いや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 、なになに、階段もう目の前まで迫っている。一番新しいの。あ、わかったわかった。前なんちゃってですね。できたんだあの曲。光が走ったかと思うと、カエの姿はもうどこにもなかった。え、デッドリーチョイス、デッドリーチョイス。え、今のでもう勝ったの。クチャラ花嫁の気配が消えた。消えちゃいましたねクチャラ花嫁。ゼゼの様子は元に戻っている。マジか、印が消えたのだろう。マジで自分の印は消えていない。印を刻んだ回はやはりクチャラ花嫁ではなかったのか。ちょっとでも記憶がなくなったってことで結構近いってことですよね。クチャラ花嫁って長谷川聖子さんなんですよね。ひどい目にあって死んでからも幽霊になってかわいそうです。せめて恋人の作った曲に導かれ安らかに成仏してくれるといいのだが。そろそろ帰りませんか。そうだな。確かに簡単すぎた。いやいや、確かに早いと思ったよ。今回早いなと思った。唐突に電話鳴り始めた。電話の音は止まらない。こちらが出るのを待っているかのようだ。印が刺すように痛み出す。ああどういうことなの。が両目を押さえ地面へ倒れてる。おい、どうした。目が痛いの。電話のせいです。早く止めて。受話器を手にすると女の息遣いに聞こえてきた。すぐに受話器を置こうとするが腕が動かない。見たのね。丸いお目目で見たのよね。やべえ。
すずの凄まじい悲鳴が受話器と僕の音と両方から聞こえた。やば、マジで。電話が切れると体が陣を取り戻す。やべえ、バッドエンド。電話ボックスから飛び出すと、破壊。やべえ、これバッドエンドだ。ポツンと一つ、血に濡れた眼球がこちらを見つめていた。うわあ、セーブしてね。どうしよう。セーブしてね。やべ、あれから一回もセーブしてね。心の中では見つけることを恐れていたのかもしれない。目玉を失い、無残な姿と化したであろう、スズの亡骸を見つけることを。ああ。おぉ。どうしよう。一気にやろうと思って、一回もセーブしないで来た。ああ、マジで。ああ、やべ。俺殺される。みんなに殺される。お帰りなさい、屋敷さん。あなたのおかげでやっと私の印も消えてくれたわ。ああ、ああ、やべ、殺される。残念だよ、僕の活躍の場がなくてさ。絶え間ものの漫画も読み込んでるから自信あったんだけどね。ところでさ、せずちゃんは、まさか嘘だよね。すまん。やべ、殺される。何やってんだよ君は。どうしてせずちゃんを。地面に崩れ落ちたエタは顔を追って泣いている。お待ちしておりました。あー、やっぱ俺今殺されるかと思った。エタに壊の恐怖を乗り越え破壊に成功したようですが、犠牲が出てしまったようですね。確かにくちゃら花火を倒したってちょうど。一回やり直しますね。